こんにちは、ドクター熱血です。ちょっと動画のネタがありすぎてどれを撮るか迷っちゃうところなんですけども、ガチャ前評価いってみましょう。9周年記念ガチャ、こちらはどんなガチャかっていうと、その他枠がない、そして、霊玉消費が50、150、300と少ない、何言ってね、50、150、200と、消費霊玉が少なくなってる代わりに、確率も 3%、3%、4%、いや、これ、いや、6% でいいじゃんって思っちゃうんだけどな。で、中身は、跳躍アップとか薬、跳躍アップと雫アップ、薬アップのリンクを持つメンツですね、上が。いちご以外は、そういうメンツですね。特にアーロニーロとハリベル様が、臨強化跳躍アップのリンク、あと、マシロモだ。そうか、この中で言うと、真っ白だけ、跳躍アップの3人の中では、シーズナルですね。アーロニーロとハリベルは常設キャラ。真っ白、これ何真っ白っつんだっけ。バレンタインか。バレンタイン2024の真っ白が、シーズナルですね。あとは、ごめん、一角も、薬アップとかではないね。敵非状態上、事前ダメ 30% アップ。代わりに、臨強化跳躍アップのキャラクターですね。跳躍アップ、薬アップ、雫アップ。まあ、リンク要因としては、重要なのはやっぱ、真っ白、アールニーロ、ハリベル。して、周辺も嬉しいとこですね。ひなもりくん、陰性ひなもりくんとか。ウェスタンハウスの弓近は、今後、力の臨強化跳躍アップのもっと強いやつが、もうすぐ来ると思います。ほんと、もうすぐ。なので、まあ、そんなに重要性は高くないと思いますね。いちごはね、非常に、限界討伐クエストとかでも使えるし、グルバトのメインとかでも使えたりするから非常に優秀ですね。という感じで、これは結構熱いんですけれども、まあ、こういうね、なかなか熱いガチャに霊玉を使うと月末泣きを見ますんで、31日まであるからちょっと待っていいと思う。ああ、このキャラ欲しかったんですよっていう人も、ちょっと待と。月末のキャラの発表の方が先に来るんで、これが終わる前に。その、キャラの発表を見てから、ここに突っ込んだらいいんじゃないかなと思う。なかなかね、育成には非常に素晴らしいメンツなんですけども、ちょっと待っといた方がいいんじゃないかなと思います。今回は9周年記念ガチャの紹介でした。今回はここまでです。以上、ドクター熱血でした。お疲れ様でした。